例の組長の話だが。いいよもうそれは。アビルがいなくなって残ったのは15人、そのうち俺たちは斎藤を入れて9人、芹沢たちが5人、近頃芹沢にべったりの又三郎を入れても6人だ。お前何がいいというんだ。芹沢が組長なのはしょうがない、だが数では俺たちが勝ってる。だからあんたも組長になってもらうことにした。しばらくは二人組長で行こうと思う。二人組長？ぜひ近藤先生も組長に加えていただきたい。よろしいのでは？別に上に立つ者が一人でなくても。言われてみれば何も一人にこだわることはねえわな。ありがとうございます。三人にしよう。新見君、君も組長になりたまえ。かしこまりました。よろしいな近藤君。お好きなように。書き留めておけ。その組長という役名ですが、例えば局長というのはいかがでしょう。局長？会津藩では例えば公用型のことを公用局と呼ぶこともあるとのこと。我らもそうした局の一つということで。悪かねえな。三人局長。では副長は私と山並君が務めさせていただきます。副長？局長の補佐を務めます。局長にそちらから二人出すなら副長は私たちで固めさせていただく。そうだ、井上君にも加わってもらおう。三人副長ということで。私はちょっと。君は一番年上だ、ぜひみんなを引っ張ってもらいたい。勘弁してください。平野大使で結構でございます。副長は私と山並の2名で。書き留めておいて。ならば小頭はこちらから出させていただこうか。小頭？さよう。副長の下に置く。うちの平山と平までお願いする。書き留めて。役名は副長除菌ではいかがですか。除菌？除菌とは幕府の昌平公で使われていた役名です。いい響きだ。副長除菌でいこう。異存ありません。そして副長除菌にはうちの沖田、長倉原田も入れていただく。書き留めて。ではうちの野口も。ではうちの東堂も。又三郎も。斎藤も。となると局長3名、副長2名、副長除菌9名ということになります。平野大使は源さん、あなただけだ。頑張れよ。私もできればその除菌というやつに